ライブファイナルの福岡です。九州編な、うん、九州編ややこしいな、その四国九州編のファイナル、いちいちファイナル言わんくてね、言いたいね、もうね、釘につけたい。ファイナルは12月12月の東京、四国九州編やな編の、まあ、ラスト福岡ということで、まあ、そしてその次の日は和楽器バンドの福岡ファイナルということで、2連チャンですけど、いかがですか。特にあ、まあ、昨日一昨日よりは調子いいかもしれんな。そう、あのちょっとね、伊さん声飛ばしてたんで、飛ばしたね。しかしながらね、四国九州編ずっと車で回ってきたんですけどもね、雨の日一日もなくて毎日ピーカン、これもすごいよね、毎日お天気。しかもなんか一昨日か夜うちら止めた後に多分ちょっと降ってたんやな。 あそうそうそう、 夜にね寝てる間に降ってるとかは、そう、朝起きたらちょっと駐車場濡れてたとかはあったけどな。運転中はなんか幸い恵まれてていいお天気ばっかりですね。長崎はとっても素敵な街でした。車の運転遅いな、なんかのんびりしはるね。みんなそんなに急いでないんちゃうかな。割とそう、九州入ってからな四国もそうやけど、北海道、愛知、大阪近辺は早いな。気短いな、みんな。北海道そこに入んの。北海道はね、道が広いからみんな飛ばすの。あ、そうなんや。だから法定速度で道走ってたらめっちゃ煽られるから、法定速度よりだいたい 2,30 キロみんな飛ばす人が多くて。あ、じゃあ別に気が短いとかじゃなくて、普通に車に乗って運転する体感速度が速い人が多くて。はい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 。だから車でずっと北海道からフェリー乗って青森に入ってくると、もう東北から東京からずっと車遅ばってなる。まあ、でもなんかそれは広大な土地ならではというか、北海道はちょっと種類が違うかもな。名古屋、大阪は単純に気短いから。名古屋は、荒い。荒いし、気短いし。あと、ウインカー出してくれ。そう、ウインカー出さずにもう突然車線変更するし。で、こっちの方は割とのんびりしてありますね、みんな。そうな。まあ、そらそうやろっていう話やね。こんな、なあ、いい景色、毎日毎日。そうそうそう、毎日毎日空気も美味しいし、海も綺麗やし。さっき大村湾、あれですよ、昨日来てくれた長崎のお客さんが新大村っていう場所を写真撮って、新さん、新大村ですよって言ってすごい嬉しそうに写真撮ってきてくれはったから、新大村っていうところがあるんですけど、大村湾っていう長崎をこう囲んでる湾があるんですけど、すごいめちゃくちゃ海が綺麗で、長崎はあと路面電車がねずっとこう走ってて、昔ながらの街並みがずっと残ってて、なんとも素敵な場所で、ようやく私たちがずっとやってきた長崎ブラブラ節が長崎という本場でやることができてよかったですね。丸山ブラブラっていう歌詞があるんやけど、ほんまにもう丸山やったからなので。そやな、めっちゃ別のこと考えてたんですか。いやいや、何考えてたか言ってみて。大村湾のこと考えてた。別にこう走っててさ、文字では見るから、でも別に実際口で読み上げたりはしないから、で今実際にこう大村湾って聞いた時に、大村を囲む大量の柴犬がパンって思い浮かんで、大村湾、柴犬めっちゃ大群がいて、なんか港守ってるのを思いついちゃってめっちゃ可愛いって思ってた。なんかさ、前からやねんけどさ、出てくるお題のワードに対してのさ想像力がエグいよ。突拍子もない発想をしてることが多いなってすごい思うから、あ、なんかそういうところがもしかしたらこの人の芸術の片鱗なんかなとか思う。千葉県が囲んでたよ、ワンが。そう、ワンが大村は。めっちゃ可愛い。まあなんか常人やと想像のつかないところですけど、
いいなと思って、ちょっと歌ってみようかな。なんでもない顔して歌ってみたらみんなどんな顔するかな。いやー多分普通に聞くんちゃうかな。高い虫してる人少ないし、そういう歌なんやみたいな、片手に潜らないやみたいな、そういう状況。いやなんか聞き間違いかなみたいな感じになりそうです聞き間違いかな。もう大丈夫かな。ほら福岡行きます。はい、こう分岐が危ないんですよ、ほんまに。ややこしい。これ分岐間違ったら熊本多い、ね、熊本一番多い。佐賀とこの福岡と長崎の間をぐる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 回ってますからね、ずっと。だからもうさ、サービスエリア寄るとちゃんぽんとラーメンと豚骨ラーメンとさ、もうなんかあと佐賀名物と、あとなんか佐世保バーガーとか、もうごっちゃになって、何がないやろ。まあでもあの長崎はね、本当にとても素敵な街だった。2回目やったけど、なんかあのプライベートでこう行きたい街だよね、あの長崎は。本当になんかゆっくり街ぶらしたかったな。まあ今回のね、四国九州ツアーはね、マジで街ぶらゼロやな。ゼロやな。もうなんかそんな余裕ないな。回復、喉と体の回復に全てを当ててるな。我らもやっぱりなかなかの年になってきたということですよ。いやてか別に和楽器バンドの結成当初も別にそんな毎日ライブしてないし、ね、なんやったの。昔はさ結構三連ちゃんとかあったよね。うん、レンちゃんがちょいちょいやって、たまーに三連ちゃん、三連ちゃんだ。今でこそもうそんなことないけど、うん、その時期はやっぱりもう体力追いつかへんから、前乗りしたらウェアとシューズ履き替えて3キロ走ってたの。おお、うん、それこそ博多とかでもよく走っとったな。みんなどう？これピタスっていうね、喉にペチャって貼るタイプのね、喉の腫れとか扁桃腺とかを抑える。まあ、のど飴のフィルム版ですね。この、上顎のところにペチャって貼ってますけど、下先につけて、そのまま下先を、うん、で上顎にくっつけたらペタってつく仕組みになってて、で、クロナさんとかそれこそウェイウェイ叫んでる。ウェイウェイは叫んでないわ。なんだウェイウェイ叫んでるってハイハイ叫んでるからさ、なんだパリピやったのクロナさん最近よう、だからね、で黒田さんは去年の7人のライブのツアーの仙台ファイナルからずっと喉おかしいって言って、いまだに引きずってはるから頑張りすぎて、黒田さんにこれを教えてあげる、2つ教えてあげるといい。ライブしながらでもできるからね、これ、うん、あのパフォーマンスしながらでもこれ貼ってられるから、おすすめですね。あのまあこのピタス貼ってみたりとか、なんか寝る前にねもらったものすごい苦い漢方のね、うがいするやつでね、うがいして寝てみたりとかね、もうあらゆる漢方とか栄養剤とかねやってますね。で部屋を加湿して寝て、最近2人とも喉飴の舐めすぎでなんか味覚おかしになってきてるな。舌痛いいやだって今朝も朝方口の中になんか入ってなんか食っちゃったかなと思ってあ、ボロボロになった喉飴が残ってる。分かる分かる分かる舐めてる途中で寝落ちするから、なんか口の中に残ったまんま出てて、ボロボロになった喉飴とか残ってるよ。いやこれ気管入ってたら危なかったんちゃうとか思いながら。いやあるある。まあ一旦和楽器バンドのファイナルが終わったら、我らはこの車をフェリーに積んで約2日間の旅、うん、で、イーズイゴーイングのラジオの収録をして、シーサーはこの車をスタッドレスに履き替えて北海道へ旅立ちます。はい、佐世保バーガーどうやったの？これ初めてじゃないんであれやけど、なんかやっと食欲が今日戻った。それは良かったね。昨日までゼリーしか空気なかったけど、それ良かった。睡眠と食事はもうほんまに生きるために必須なんで、無理やりにでも食べていかないと。私はさっきのサービスエリアであの豚骨ラーメンと炊き込みご飯を食べて、でフライドポテトを食べて、で昨日のお客さんに差し入れていただいたなんかめちゃくちゃ高そうないい栄養ドリンクを飲んで、ようやくちょっとだけ声が起きてきましたね。そろそろナビが必要やから、カメラ止めてナビ返してほしいから。うん、じゃあそんな感じで四国九州編ファイナルでございます。はい、運転ご苦労様でございます。あと少し頑張ってください。はい、はい、じゃあね。ちなみにあと2000人ちょっとで、ね、2000人で10万人です。おー、イエーイ。
それでは改めまして、東京からやってきましたシラフと言います。本日一日お世話になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こっちがもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。